ここからは an n ソウル支局の井上敦支局長に解説をしてもらいます井上さんよろしくお願い致しますはいよろしくお願いしますあのお伝えしているように北朝鮮はいい異例のミサイル動画を公開したとねあの vtr も今ご覧いただきましたけれどもあのちょっと見ていきながらどんなこうミサイルなのかというのをちょっとこう井上さんにお話ししていただきたいんですが映像出ますかねー、はい こちらですやっぱり大きいです、ね、はの私,は私はパッと見ただけではこう今までとの何かこう違いがあるのかとかその大きさの違いというのも映像だけでは分からないところがあるのでちょっとその辺りは詳しく説明していただきたいなというのはあるんですが。ええ、はい 先ほどあの下で映っていた車の車両があると思うんですけどもあれはですね以前のものに比べると左右でタイヤが4つ多いんですねなのでそれだけミサイルが前の火星15より大きくなったということが分かりますこれ11個あるんですね片側にタイヤがで、人の大きさと比べてもらうと分かるんですけどもタイヤの大きさとほぼ同じ背丈ですのでミサイルがどれだけ大きいかというのもよく分かりますちなみにあの車はですね約24メートルあるとされてまして 4メートルっていうのはだいたいボーリングのあの縦の長さもしくは、えー、テニスコートの長さぐらいありますのであのぐらいの大きさの車だということですね、うん、あとですね注目なのはこの今発車してるシーンなんですけども立てて発射する時にですね以前は発射台を車から切り離して発射していたんですね<う>それはやはりバックファイヤーで車が傷んでしまうと困りますし、うん、まあそういうことをいろいろ考えてですね一度こう切り離して車をどかして発射してたんですが今はもう縦 出たらすぐ打てるんですねそういったところも即応性が非常に上がってるんじゃないかなというふうに思いますミサイル自体の長さはえっ、ー、とですねまあ先ほどお話しした車とまあだいたい似たような感じなんですけどもこれ移動式としては一番長いと世界で一番長いんじゃないかとい世界でなんですね、まあ、アメリッ あのそう言われてますね、あのアメリカやロシアはあのミサイルをたくさん持ってますので、要はあの固定式のサイロと言われるあの穴の中にですね、えー、あるところから発射する形なんですけれども、北朝鮮は数少ないミサイルを有効に使うために移動式の車の上に乗せてるんですね、うん、なので移動式としては世界で最大なんじゃないかと言われてるんですね。 あと注目されるのはこれあの炎が出ている部分が以前の火星15と呼ばれる1つ前のシリーズだとでですすねねブーースターの部分が2つなんですねあのエンジンの部分が2つしかついてなかったんですけども今、4つついてるんですねで大きさはおそらく前のやつと同じのがついてますのでまあ単純に考えても出力が2倍になっている。 うん、まあ今回、あの飛距離がですねあのロフテッドで飛ばしてますので本当の飛距離は分かりませんけれども1万5千キロ程度飛ぶと言われてますので、はい、まあそれだけの距離を飛ばすさらに核弾頭を乗せる飛ばすためにエンジンの数を増やしてるといる、ねうん、VTR にありましたけれども<頭>その弾頭部分にこうかなりの重さのものを乗せられるんじゃないかと見られるというのはね、はい、VTR でもありましたけれどもそのあたりも特徴なんですか。そうですね 弾頭部分も非常に大きくなってまして、今あの申し上げたとおり、出力上がってますので、重いものでも打ち上げることができるんですね、どちらかというと、多分今回はですね重いものというよりは、複数の弾頭を装備して、多弾頭型のミサイルを目指しているんじゃないか。 多弾頭にすることでアメリカのですねニューヨークとかワシントン DC とか主要な攻撃目標を同時に攻撃することができるということで今回、この多弾頭のところ中までは見えませんけどもそれぐらいの大きさはあるだろうとあと今、北朝鮮はですね核兵器積む核兵器の小型化を進めていますあそこにまあ3つから4つぐらい積めるように今、小さくしている最中というところなんですね。 そしてですね、まあ、今回、あの真上に向かって打ってますけれども、はい、え今後はですね少し斜めに打って実際にどれぐらい飛ぶのかというのを試すのが行われるんじゃないかなというふうに思います。あともう一つはですねこれ上に打って上から落ちてくる分には大気圏の突入というのは非常に簡単なんですけどもこう垂直に入りますので、はい、なんですけどもこれ斜めに出して斜めに入ろうとするとですね大気圏にもう一度再突入するとき非常に難しいのでその技術の確率というのがまあ まだできてないんではないかというふうに言われてますのでそこをおそらくです、ね、あの実験をして確かめてくるんだと思うんですよねうんこれあの一発打って、まあ、実験的にまた同じものを作るって考えるとどれぐらいのこうペースというか、まあ、何本ぐらいあってどれぐらいのペースでっていうのは分かるもんなんですか そうですね実際に何個あるかというのは当然軍事機密なんでわからないんですけども、うん、まあ軍事パレードの映像とか過去の,その最新のです、ね、先端兵器をどれぐらいの数作ってるかというのから推測するにおそらくですね4つあったんじゃないかと言われていますで、うん、ここ最近あの衛星目的で ICBM の発射が続いてたと思うんですけども、はい、これがですね4つのうちの2つがまず発射されて、うん、その後え先日失敗しましたよね1つ失敗したと。はい で残っていた最後のやつを打ったという人と今回のやつは違うという人もいまして<う>1まあ一個残しておいているんじゃないかというような見方もあるということとなんですよねあちょっとこう印象的だったのはそもそもねこの、えー、紹介映像ですか。これ 昨日の午後、まあ、日本時間で3時過ぎ、4時前ぐらいだったと思うんですけれどもに、えー、ニュースとして速報で流れたものですけれども、こうした VTR がかなりこう作り込まれている印象もありますけれども、あっという間に上がってきましたねねそうです、ね、あの以前の北朝鮮だと、発射をして早くて翌日の夜なんですね、もしくはその後 やっぱり編集能力がその大きなテレビ局とかとは違いますので一生懸命編集はしているんだと思うんですけど時間が必要だと、ただ今回はですね翌日の15時に上げてきてしかもですね音楽もついててスローだったりとかカメラがたくさんあってそれをスイッチしていたりとかパーンしたりとかですね非常にこう映画のような作りになっているんですね韓国メディアはあのマーベルシリーズの映画のようだとかですねあのいろんな映画の,その予告編のようだとか。 あと k-pop を参考にしたんじゃないかなんていう話まで出てるぐらい。まあ、今回この映像とか、そのミュージックの部分にも非常に注目が集まってます。で、その点からですね。1つ今ちょうどいいんですけども、空が青いですよね。これ少しずつねなんですけども、昨日はですね。あの、平壌の天気予報では、もっと雲が多かったんじゃないかというような分析があるんですね。なので、実はこの映像は最初のそのちょっと前に言っている衛星実験の時の2回の。 え時のものをまあ録画しておいてそれをこう編集して出したんじゃないかというような指摘をする人もいます、まあ、そういうことがもし本当だとすれば編集スピードはあまり関係なくなってくるのかなという気がしますねうん、うんまあ、前もって作っていたものを出したのではないかという見方も何かこう天気だったりその様子映像のこう仕上がりでなんとなく読み取れると。 いうことなんですねそうですね <laughs> えあのー、それこそ韓国軍の関係者もです、ね、当然、あのー、米軍と情報を共有して発射の、まあ、兆候をつかもうとはしているんですけれども結構大事にしているのが天気なんです、ね、やはり虎ノ子のミサイルですので風が非常に強い日とか雪が降っている日はあまりこう実験で、ね、それを使うというのは可能性が低いだろうというふうに見られていますので、まあ、天気なんかはやはり晴れた日を狙って撃っているというのもありますのでそこを見ていくとあれ、曇りなのになとか晴れているのになとかちょっとおかしいな というのは分かさて、この、まあ、今回の北朝鮮のね、まあ、狙いの部分についても話を聞いていきたいところではあるんですがなぜ、このタイミングで北朝鮮はこの大陸間弾道ミサイルを発射したのかというところはどうですか。 はいまあ、時期についてはです、ね、北朝鮮は基本的にはその5カ年計画と言われる計画に従ってです、ね、進んでいく国なんですね社会主義の国ですので、まあ、去年の1月にあった党大会などで示された方針に従って行っていくあとは金正恩総書記が重要な会議で発言をするとそれに従ってまあ軌道修正をしていくなので今回の実験はもともと予定をされていたその兵器開発のスケジュールに従って でやっているというのが北に詳しい人の分析です。ただ一方でじゃあどうしてこの例えば1ヶ月の中で前の方でも後ろでもいいのになぜ今なのかというところになるとまあいろんなその内的外的な要因があるんだと思うんですよね。ま外的な要因で言いますと韓国では今度ユンソクヨル次期大統領が誕生します。韓国の次の大統領は北朝鮮に対して非常に強硬な立場を取っていますのでまあその大統領が5月に就任 する前にですね自分たちに対してまあ 厳しい態度を取ればどういうことになるか思い知らせるということでまあ威嚇の発射をしているというのもあるでしょうしあとはえウクライナに今注目が集ままってますよね北朝鮮はアメリカを最大の敵と設定しているわけですけどもアメリカは今ウクライナで手一杯ですのでまあ何か新兵器を発射したとしてもそれに対してのまあ報復とかえ対抗措置というのは限られるだろうというは見込みもあったんだと思うんですね。さららにに今発射ををしててて手一杯になっているアメリカをですね困らせて 少し集中力を削ぐようなことができれば極東方面で緊張感を高めることでロシアのプーチン大統領に貸しを作ることもできると、まあ、いろんな理由があってです、ね、今、ちょうど良かったというのがまさに理由なのかなというふうふに思いますね。ね うーんなんだかそういったことを聞くとやっぱりその北朝鮮であったりロシアも含めて、まあ、日本からすると,割とこうと、ね、隣国ですよねそういったところで本当にこう社会の情勢が不安定になることが次々に起きているんだなというのを実感せざるを得ないんですが今回のこのミサイルっていうのはあのアメリカまで届くっていう話先ほどされてましたけれどもそもそもこれ日本に対してこう脅威を与えたいというような狙いっていうのはないんですか 今回は EEZ の内側に落ちてますので当然、日本に対して影響があることは分かって打ってますけども、うん、やはりですね北朝鮮はアメリカしか見てないんですねアメリカが今、ウクライナしか見てないさらにバイデン大統領はトランプさんと違ってですね北朝鮮と話そうという気がないと。 そういうふういふに北朝鮮は考えているわけですね北朝鮮としてはアメリカと直談判をしてそこで制裁の解除を勝ち取りたいという思いがありますのでアメリカを振り向かせるために今回、この大きなミサイル、まあ、火星17と北朝鮮は報じてますけども火星17を発射したとでさらにアメリカを振り向かせるけどもアメリカを怒らせすぎてはいけないので本土に届くような距離で撃ったら大変なことになってしまうわけですね。ねねなののででで、まあ、ちょうどいいところ日日米同盟の日本です、ね、同盟盟本す 国のの日本のしかもこう領海の中では近すぎますので EEZ という少しこう遠いでも日本の排他的経済水域の中に落とすことで、まあ、ちょうどいい刺激を与えているというところなんだと思いますね。はあ、なんだか日本にとってはとっても迷惑な話に聞こえてしまうわけですがあのちょっとコメント欄に、ね、こんな声が来ていてこれは確かに素朴な疑問としてそうだなと思うんですけれども海に落ちた後、まあ今回は EEZ いですよね日本のね。これ 本が回収して分析したりっていうことは、あ今までのことではあるんですか、そう,そういったことは。 今まで実際に拾えたこととといいいうのはないと思いますねただ、当然探しに行っているはずですし、うん、今回で言うとですねあの飛んでいる時間が長かったですよね678、はい、分ということで発射からかなり時間がありましたので当然、海保も船を出して、えー、何かがないかというのは探していると思うんですよね。うん、まあそれと同じことがあったのが F15 の航空自衛隊が飛ばしてですね、うんえー、空にミサイルの軌跡とみられるあの雲がある動画というのを公開してますよね。まあ、そう いった形で当然、破片を集めればどんなテクノロジーかも分かりますしあとはまああのどのぐらい進んでいるかというのも分かりますので狙ってはいるんですけどもただ、ですねなかなかその170キロ先と言われても広大な海ですしねどこに落ちたかというのを正確に見つけるというのは難しいんだと思いますね。ね それれでちょっと話戻りますけれどもアメリカに対して、まあ、アメリカがちょっといろいろ手一杯であろうというタイミングでという話にもありましたけれどもそこまでしてやっぱりこうアメリカを意識してこういった、えー、大陸間弾道ミサイルの実験をするっていう理由の部分っていうのはこう突き詰めるとどういうところなんですか。 やはりですね金正恩総書記の最大の目標というのは自国の安全を確保することと、はい、自分の安全を保障してもらうことつまり体制の保障なんですね。うん、そのためにいろいろ交渉をするというやり方もありますし武力を高めるというやり方もありますけども金正恩総書記は例えばですね今のウクライナの状況を見てかつて核兵器を持っていたウクライナが核兵器を放棄したことでロシアに侵攻されたんじゃないかと。 多分思思ってるんんだと思うんですよねそういった状況を分析すると自分が進めてきた核兵器の開発というのは間違ってなかったんだなと今、確信をしてそれをしっかりとこう戦力としてですねあの実戦配備することでアメリカが手を出せない状況を作りたいとそうう考えてるんんだと思うんですよねウクライナに対するロシアの侵攻でもアメリカは NATO と、えー、そこに対応するときにです、ね、ロシアと戦うことはやっぱり避けてますよね、その理由はやはり核を持っている国だからというのが大きいんだと思います。そう いったところ金正恩総書記は非常にこう冷静に見てですね。使えるのは何なんだというのを考えて、自分の戦略に取り入れてるんだと思うんですよね。これそうなってくると、やっぱり核開発がそちらはそちらで北朝鮮の中で進んでいるというふうに考えられるのかなと思うんですが。核実験なんかも今後起きてくる。そうですね。あの韓国の軍事専門家が指摘をしていますけれども。結局ですね。I. C. B. M. はただの。 あの運搬手段に過ぎないわけですねそこに積む核兵器とセットで初めてアメリカに対して核の抑止力を発揮することができるわけなんですよね。これまでもあの飛距離の伸びる新しいミサイルを作った時にはです、ね、必ず核実験を実施してきました過去6回あったわけですけども今回7回目がこのミサイルの発射、まあ、もう1回ぐらいミサイルがあるとは思うんですけどもその後、核実験を行うんじゃないかというような観測があります。 さらにですね4月の15日には祖父のキムイルソン主席の生誕110年の記念日がありますので、まあ、そこへ向けて打ち上げ花火のようにですね核実験をセットしてるんじゃないかもしくはそこは軍、えー、パレにしてですねその後でやるんじゃないかというような、えー、今予想が出てますねこれしかもねそのアメリカの首都ワシントンあるいはニューヨークつまり東海岸まで届くというのを今、このタイミングで示した。 何かこうアメリカと北朝鮮の関係というのもまたこう悪くなっていきそうな感じもするなという感じがあるんですが今後の,それのまあ米朝の関係というのはどういうふうに見ていくべきなんでしょうか。 そうですねもうやはり悪い方向にしか進まないんじゃないかなというふうに思います今までも決して良くはなかったですけども、まあ、トランプさんの時に少しですねなんか光が見えるような状態はありましたけども、はい、結局はですねその後うまくいかなかったとただそこで弾けきらなかったのはやはり韓国にですね新北の えー、ムンジェイン政権があったんですね。はい、北朝鮮を重視してまあ、融和を進めるという政権がありましたので、まあ、そこからも、えー、いろんなものが取れますし。しまあ、ちょっと様子を見ようということだったんだと思うんですが、今回ですね。自分たちのその分、断国家の南側が保守政権になって、北朝鮮に対して非常に強硬な立場を取るというのは、もう5月以降決まってるわけですね。そしてバイデン大統領はトランプさんのようにですね。1対1でトップ同士でディールするという考え方ではないので、まあ、ここはですね。ちょっとうまく進むとは。 思えないんですよねまあそうなってくると、これ、まあ、ある種、日本は位置関係的にこう板挟みっていうのもあると思うんですけど、日本の対応ってのは今後どうするべきなんですか。 そうですね確かにアメリカと北朝鮮の間にあるんで今、日本海はもうほぼ北朝鮮のミサイル実験場と化してしまっていますので,です、ねまあ、いろんなものが飛んできて脅威に感じるわけですけども、まあ、位置の問題もそうなんですがやはりですね日本としては同盟国のアメリカとですね連携を強めてさらにですね今、韓国とは仲は悪い状態ですけども政権交代を機にですね歴史問題ではき、まあ、毅然とした態度を取りながらも韓国と安保の面では全面的に協力 こうして日米韓の3カ国で北朝鮮に立ち向かっていくべきなんだと思うんですよね、少しこう圧力をですねしっかり高めていかないと、今まで交渉しても結局、隠れて開発をしていて、最終的には元に戻る、その間に兵器はどんどん進歩するというのが繰り返されてますので、いよいよこの悪い流れというのをですね変えないといけないと思うんですよね。 これ今その兵器がどんどん進化するという部分に関してはねあのちょっとコメント欄に来てたんですけれども北朝鮮ってよくそんなにお金が続くねとか、えー、そもそもそういう開発のお金ってどうしてるんですかっていう質問があるんですがこれに対する答えってあるんですか。 まあ、いろんな方法が指摘されていますよねあの、外貨獲得のために違法な方法もしているのではないかと、例えばハッキングであるとか、えーまあ、かつてでいうと2000のドール札を作っているとか、ですね、まあ、薬を作っているんじゃないかというような話もありました、ただ、ですね、まあ、こういったものもあるかもしれませんけども、やはりですね一定の国土があって、人があれだけ住んでいますので、輸出をしたり、いろんなものを作ったりして、ですね外貨というのは獲得できる状態にあるわけですよね。うん、今制裁で確かに北朝鮮は 厳しししい状態に置かれてますしむしろ自分たちで,です、ね、コロナを入れないために国境を閉ざしてはいますけどもそれでもやはりロシアであるとか中国であるとか後ろ盾にある国は え、今もあるわけですよね。なので、まあ、そこからえお金はですね。いくらでも入ってきますので、まあ、続けることができると、さらにまあ中国やロシアからすると北朝鮮を多少援助してですね。アメリカに対してバンバンやってもらえば、自分たちは正面に立たないで済みますし、さらにえ自分の味方が増えることになりますので、まあ好都合だということですよね。なるほどえー、ここまで井上支局長にお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。